ロイドご飯の時間がやってきました。イエイイエイ、はい、今日はね、宮崎ライブがね今終わったところなんですけども、いや台風でね、うん、本当に大変なんですけども、うん、なんとか持ってくれた ね、よかったね、うん、よかったよかった、はい、でね、ライブハウスのお店の方からね、はい、美味しい、地鶏とか食べられるお店ないですかって聞いたら、はい、今自分たちのお気に入りになっているというお店、はい、紹介していただきました。ということでここじゃん、西立名物、うん、西立名物大衆グリル、大衆グリル、はい、ちょっと行ってみたいと思います、はい、行ってみましょう、行きましょう、はい、この厚切りタン塩、うん、西立名物、うん、はい、これ行ってみたいと思います、はい、それとですね、うん、やっぱりこのもも焼き鳥、お塩とバター醤油美味しいだろうな、はい、これ行きたいですね、行きましょう、行きたー、はい、行きましょう、うん、まさかのデジルマッカーが言ってましたちょっとね知性がこぼれてもうた、うん、まあ、ということで、はい、うん、厚切りタン塩、はい、と、焼き鳥、はい、頼みました、はい、楽しみだな、いい匂いしてるもん、ね、今回も店の糸がね、うん、すごいな、この音がまたさ、ね、わー、焼けに焼けてる、ポテトサラダ、キャベツ、ソースのソース、じゃあ行きましょう、行きましょう、はい、何もつけずに、何もついてあるんですか、うん、肉汁の方向すんごい出てくる、本当行ってみます、はい、うわ、食べます、うん、肉汁すごい牛、すんごい歯ごたえ、いやこれねビール進む、やばい進んでます、うん、で、歯ごたえがすごいんですよこれ、まあ、気合い入れないと歯が押し戻されますからね、うん、心してこの粉をね、うん、ちょっとつけてみます、うん、進む生ビールテゲウメーコ、これですね、うん、うん、もっとすごくなった、ちょっとねこれねニンニクが効いてる、美味しいわ、やばいめっちゃうまい、うん、この歯ごたえすごいね、まだまだやっぱそうだよね、歯ごたえ抜群だよね、まさに歯ごたえとしか言えないね、いや飲み込むのにほんと大変だったよ、ちょっとおっいきますか、ヘゲウメコ、うん、つけてみたいと思います、うん、うん、確かにちょっとびっくりするでしょ、そう、うん、オーマイガー、オーマイガー、国籍変わっちゃった、あっという間にこれですよ、さすがドイドご飯、うん、うわっすっげーでかこれはすごいわ、なかなか日本でこのサイズ見ないんじゃないすごいよこれ、ね、ピーマン本当の丸々、うわ嬉しいねこれは、うん、すごいですね、これはでかいね、うん、ワクワクするこのでかさは、びっくりした、すごいだね、これないよだって、すごい、これ私の手だよ、おお、もう手をはみ出てますもんね、なんかね厚切りって書いてあったから、うん、どうなのかなと思ったら、ね、こんな厚切りのタンでしょ、厚切りですよ、うん、本
というのか、ちょっと想像を超えていた大きさが。西立名物。西立名物。ちょっと早速行かないですか、これ。ね、行きましょうね。マホちゃん行ったな。あ、じゃあ、先陣を、お言葉に甘えまして、1番。はい。おぉ、そうくるか。これはすごいね。じゃあこれね、これをタンと呼んでいいのかな。すごいよこのステーキだね、素晴らしい。うまっ、ちょっといってみます。このタン、焼き具合がいいよね、時間かけて焼いたんやろね、ちょっとマスタードつけて、これは、柔らかさと歯ごたえが、ドッキングしてね、うまい、またないよ、どちらかといえば、柔らかさが勝ってる。そうなんですよ、歯ごたえがあるっていうかね、タン独特のね、母さんのメニューの中からね、さすが九州、いやちょっとね、マスタード好きとしてはマスタードをつけて、ちょっとつけてすごいね、この厚さがね、1センチぐらいありますからね、あるよ、1センチ以上あります、ね、いただきます、はい、すごいね、すごい弾力やけど、すごいものがあるもんですね。これはびっくり、本当にね。さあ、ちょっと美味しいよこれ本当に。いわゆるね、牛タンのね、イメージで口の中に入れたら全然違うね、いやでも噛むごとに肉汁がどんどん出てきて言葉にならないね、ちょっともう一回いきましょう、もう一回いって、もちろんですよ、再確認、もう一回何もつけずにいきます、このね、特に肉厚な部分を、やっぱね、さっきもう一回確認したかったことがあって、肉汁って言ったでしょ、なんかむしろ小籠包にちょっと似てんのよ、あの皮を破った時に汁がふって広がるあの感覚ぐらい肉汁が溢れ出てくるの、焼き小籠包の味、あ、焼き小籠包、なんかね、肉汁の効き方がほんと独特、本当ね、これはちょっとびっくりですね、ガンガン行きましょうよ、マスタードね、私おすすめですよ、やっぱ好き、好きっていうのもあるけど、ちょっとね、この風味がまた変わる、マスタードと肉って本当に相性がいいです、合うね、この酸味がね、また美味しい、いただきます、すっごい熱い、熱いでしょ、これはもう、すごい、普通の厚さじゃないよ、これも何をつけて食べてるのかな、まあそうだね、食べてみます、もう食べれへん、もうメガネ越しに目が笑ってんのが分かる、なんか、幸せそうな顔やね、もう
ポンコツです。難しい言葉使いましたね。ポンコツ。じゃあ左右の1個目、はい、やはりこれをつけるのと、えげうめこっていうのが合ってるかどうか、もうこんなのつけてみよう。いただきます。完食。教えていただいたお店ね、うん、行ってみましたけどやっぱり美味しかったな。びっくりしたね。やっぱかったね、うん、あのジューシーさもそうだし、うん、お肉のあの旨味がもう噛んでも噛んでもなくならない。わかるわ。もう新鮮さが伝わるっていうかね。あんなパン食べたことない、うん、それと鶏ね、うん、鶏ね両方すごかった。本当素晴らしかったね、うん、衝撃的。また宮崎に来たら行きたい店です、ね、行きたいです、うん、宮崎でお気に入りの店になりましたね本当にね。ということで、うん、成功成功だね、はい、教えていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ということでここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。